Mac に安全な復旧となど皆無。どうも、ご本気です。Mac だぜ。今日もスマブラやっていきましょう。初戦の相手はカズヤだな。地獄門からの復帰阻止がかなり厄介な相手だぜ。その実復帰は弱いから日頃の恨みをぶつけさせてもらうわよ。さあ、ご覧ください。いきますよ。お前、天気よ、いいねってやつよ。距離はあるけどルートは単調なんだよな。キンクルタイプね。さあ、このままガンガン行くわよ。あっこのパターンは下から土を選択した時点で積んでるんですわ。一応上リー、ジャンプの順番ならカウンターで阻止されないんだがな。それご本義帝国の国家機密だから数や使いに行っちゃダメよ。さあ開始早々にストックリード。とはいえ相手が相手だからまだ結末がわからない狂った対面だぜ。何を相手さんも撃墜隊じゃないの。剣を当てておしまいよ。ワンストライク2ストライク、これも勝ち。結構外したよな。あれだけストックさあれば多少パナしても許されるってもんよ。縦2線にはスネークね。台があるからスネーク側がやりやすそうな印象だが、手榴弾奪っちゃえば実質ミラーマッチなのでこっちもやりやすくなりますよ。意味不明。一気に設置した手榴弾全部奪い上がって、起爆時間の位置を考えて投げてるわよ。 2.5 秒だって。さすがに2個出されると使い手じゃないから混乱するけど、まあ覚えて損はない情報よね。ここは DA 警戒のガードが噛み合って反撃。復帰阻止いきましょうか。は、やったぜ。どこまで追ってんだよ。何も崖外の攻防だけが復帰阻止じゃないのよ。上から帰れると思ったら大間違いなんですわ。カウンター早すぎた。スネークの掛け声をよく聞かねえとな。毎回そこだって教えてくれるのありがたいです。さてストックはリードしているものの、ちょっと危ういパーセントになってきたわね。 100% 超えたらそろそろ上強警戒だぜ。まあよく見てればあからさまなのは当たらないわよ。どっちかっていうとこういうに効いたが怖いわよね。わかってるなら食らうなよな。やっちまったぜ。でストックは22の相手が撃墜隊と、台の上ならもう上リーで飛ぶわね。話しやがって。確定コンボに割り込んだと言って欲しいんだが、これで21。まだこちらは軽傷だぜ。手榴弾もらいますね。うまいことは相手さんだけ爆発に巻き込めたな。スネーク側って自爆を防ぐためにシールド多用するけど、どうにか横スマぶち込んで割れないもんかしらねー。近づかれればさすがに警戒するんだろうな。あんまり割れたことないんだぜ。この崖は勇気の回避上がり、ジャンプ上がり誘ってたっぽいな。崖で跳ねられると悲惨だからここ突破できたのは大きいです。もう実勢を収まりますし、ぶっ放してフィニッシュしましょう。あと1、2発ってとこかな。なんかしら軽い攻撃ください。ありがとうございます。やられたらやり返す。倍返した。倍どころじゃねえんだよ。おお、まやばい。結構ずらしたよな。なんで対応できるんですかね。たまにバグレベルで戦闘力高い方と当たるよな。抵抗は下がこの始末。何の関係もないカズヤが八つ当たりの被害に遭おうとしている。今失った戦闘力が不足で取り返すわよ。ウェディアラインに横スマードでカズヤの連携に割り込み放題です。ビームのこと忘れてました。あからさまに2フレ狙うから。ぶっぱだろ。ぶっぱです。少しはステイして欲しかった。次の試合真面目にやるから勘弁してね。これで撃墜隊と私には見えますよ。あなたは外回避をする。何か言うことありますか。主要が足りませんでした。魔人剣はジャンプ上がりでかわして横上。相変わらずビームを忘れるよな。まあ一発くらいはね。もう2発なんだよな。崖奪いするフリカーラーの回避上がり1.4 US。 すいません、許してください。言うて帰れる。復帰阻止されない前提だがな。今日も生き延びることができる。ビームはニュートラル回避でやり過ごしてウェディ。自動回避は劣悪だけどニュートラルなら気にせず、まあ、ターンで使えるから落ちてね。これで3撃か。ガン有利対面だからまあこのくらいはね。視聴者に嘘を教えるな。嘘。保育園弱。割り込み手段無限にあるから個人的にはやれる部類だと思ってるわ。さあ2度目の KO。 今度はよく見て話します。さあ闇のゲームの始まりだぜ。冷静に考えれば 30% で飛ばせるそちらも大概なんだよな。絵面がひどすぎる。俺の勝ち。じゃじゃん。ヒエネ紹介のコーナーです。ちっちゃい私とマック君、かわいい。この少ないドット数でしっかり誰かわかるのすげえな。ちなみに動きます。へー、動くヒエネをいただくのは初めてです。ありがとうございました。続けて紹介するのはクソコラノブ。どこから突っ込めばいいんだよこれ。羽とアームで弱点をなくしたマック君らしいですが、俺からすればまだ地味すぎるぜ。もっと腕にシルバーマットがさ。原型とどめてねえんだよな。何にせよありがとうございました。じゃ次の試合行くわよ。お次はガノンドロフね。もはやデスネーク用のおじさんだな。初手ラッシュを食らってるが、ここでも 2M 弱暴れが優秀なんですわ。あっという間にダメージ逆転だぜ。じゃんけんは強気に外側転がり。さあご覧ください。いきますよ。お礼を外すと、はい、
モデル千切りの完成。そうはならんやろ、マットにやろがい。さて KO も溜まってますし、ここは見立てしたいところ。下強で浮かせてジャンプは横強で取ってダウン。でもまだ飛ばなくね。飛ばないなら押し込むんですよ。 KO は当てた時に勝ちが約束されるんです。これはひどい。おじさん怒りの前投げ、まあ大したもん。やられてるんだよな。言うてまるっと1ストック差ですよ。気にせず攻め続けましょう。その横スマかわされても横強が間に合うやついいよな。回避を越する重量級には効果的なんです。再び横強、崖に追い詰め続けてるぜ。ぶっちゃけもう横スマで飛ぶんじゃないかな。頼んだぞ。さすがにねえだろ。今日からお前は富士山だ。マジ重量級をのスーパーからホームに最強のスマッシュってなわけで、さあ最終戦です。お相手はゆか。こいつも復帰阻止が強いんだよな。 PK サンダー、ファイアー、フリーズ、横強、下スマ、阻止のレパートリーを数え出したらキリがないわ。空母や空下のネテオもあるしな。なるべく地上で戦いたい相手だぜ。と喋ってたらそろそろいいパーセントじゃないの。スマッシュでの撃墜が見えてきたが、うまく当てられるかどうか。ここは回避が暴発してスマッシュが間に合わないところからやめてしまったぜ。さらにクエヌで浮かされて崖に追い込まれてしまう。と復帰阻止に注意よ。寄せを警戒で最大限の内側から復帰。とヒヤヒヤしましたね。あ、飛んだ。そういえば全然ジョルト当ててなかったからな。 OP 総裁がかかってなかったんだぜ。 DA2 発で KO 圏内に持ち込もうとしたけど暴れが間に合ってしまったわ。再び正念場だぜ。今度は大きく上から帰ります。タクを散らすのは大事よ。それ以前に外に出されないようにしてほしいもんだが、返してください。 PK ファイア来るかと思って回避したが、特に阻止には来なかったな。ぶっちゃけ下スマの運ゲが一番嫌ですけどね。今度は浮かせてしっかり回避寄りの横スマホールド。ステージ中央だとさすがに飛びませんね。もう一回ジョルト決めます。そのスマとあれほどグーエヌか PK サンダー来るかなと思って MB で着地しましたが、特に何も起こらず上から復帰してくるっぽいわね。これはいい不意打ち。なんだかんだ地上でした。ま、寿命だろ。 160% まで耐えましたからね。さあ上強横強のコンボ。追撃はうまくいかずごちゃごちゃしてるので一旦離れます。再び見合って、上強ジョルトは割と珍しいコンボだよな。あんまりありませんよね。空下でちょっかいかけに行ったが失敗。ひどい返り討ちにやってるぜ。崖外に出されてないだけマジね。何にせよ床に突き阻止はほどほどにってこったね。いいやつってくね。当たってんだろ。あのさ、運完璧だと思ったのに。もう一回やらせてもらいましょう。ゴリねえな。当たるまでやります。では今回はこの辺で失礼しますね。ご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いします。コメントも待ってるぜ。